長野に来てまして、その電波がですねできそうだったので、放送をしています。はい、おはようございます。音が小さい。あ、レイチェルさん、おはようございます。音はレイチェルさん、具合いかがでしょうか。音はいかがでしょうか。はい。非常に、綺麗なところで、ちょっともう皆さん見てくださるだけでね、綺麗だと思うんですよ。山の中で、こう、白樺、ね、白樺。音が小さい。映像は平気。で、音が小さいということで、音をもうちょっと大きくしましょう。はい、このぐらいでいい。このぐらいでいかがでしょうか。ちょっと音を大きくしました。それではですね、今日はね、LINE ライブもやっておりますね。LINE ライブもやっております。あ、いいですか。あ、ありがとうございます。では、ちょっとですね、これからね、せせらぎというか、山のですね、綺麗な、小さな小川がありまして、そっちの方にちょっと冒険に行きたいと思いますね。こう歩くとこは非常に、もうちょっと、もう事故はもう起きました。大丈夫ですね。はい、転んだわけじゃないので、こういうところをですね、ちょっと歩いていきたいと思います。こういう白樺の、これ白樺の木ってあるでしょ。この白樺のあるところですね。ここはですね、長野県の、蓼科山っていうとこ、山があるんですけど、その蓼科山のふもとのあたりですね。蓼科山のふもとのあたりに、から、ね、あたりです。かなりですね、気温が低いんですね。気温が低くて、こういう、長袖と、あと上着を着ております。そのぐらいですね、寒いんです。多分、ちょっと気温、何度くらいかな。15度ぐらい。気温、まあ、15度ぐらいじゃないかなと思うんです。そのぐらいですね、低い。暖房が欲しいぐらいの。不思議でしょう、皆さん。暖房が欲しいぐらいの、気温なんですね。熊に注意して、ね。熊に注意して。はい。ちょっと下の方に降りるような感じなんですけども。道がないところですね。ありと思います。道がないところですね。だいぶ下の方に。シェッタさん、素晴らしい自然ですね。そうですね。今日の放送のテーマは、まあ、そこなんです。メンズさん、喉治っていて嬉しい。アーメン。おかげさまで、ね、皆さんのお祈りで、喉がですね、だいぶ良くなっています。ありがとうございます。この辺にですね、せせらぎがあるんです。
川の音がしてきましたね。川の音ですね。あ、ありましたね。川がありましたね。ちっちゃな、ね、小川ですね。おっとっと。いやー、いいですね。いいですね。川の流れって言ったか。ああ。太陽が当たってるときいいですね。うん。大丈夫。ね。どうですか。いいですね。自然の流れ。冷たいかどうか。わあ、冷たい。もうなんか氷水ですね。氷水でかなり冷たいですね。飲めそう。飲んだら多分冷たくて美味しいと思うんですね。はい。普段も自然を映しているわけです。で、なぜ、自然を映すかと言いますとですね、やはり、その神様が作った自然。神様が作った自然。一つはですね、神様の素晴らしさを、神様の美しさを表していると思います。もう一つはですね、人間のために作られて、人間のために作られて、人間を励ますために、人間を慰めるために、ね、人間を慰めるために、作られたと思います。神様が皆さんを愛していて、皆さんを慰めたい。皆さんを、ね。皆さんを励ましたい。そういうことの中で、神様は自然を作りました。そして、こういうですね、まあ、標高1000メーターぐらいだと思うんです。1200ぐらいかな。ここは、標高1200メートルぐらいなんですけど、そういうところはなおさらね、なおさら、あ、はるさんおはようございます。なおさら自然が深いというか、自然が深いと思うんですね。で、その、自然がですね、深いということはですね、あ、山の中だと霊的パワーを強く感じる。アメン。山の中だとですね、霊的パワーを強く感じる。そうですね。霊的パワーを強く感じる。そうですね。それは言えるのではないでしょうか。それは何か空気がまた違いますね。まあ、空気はですね、空気がなんかやっぱりそう、もちろん汚れてないですよね。それで、それから水が冷たい、水がきれい。
この本当に飲めるような水。水がきれい。そして、あと光がきれい。光がね、埃がないせいか、ね、埃がないせいか、光がですね、輝いてるんですね。空気、ね、空気、水、光。で、食べるものもですね、食べるもの、同じものでもですね、まあ、こういう標高が高いところで食べるとですね、美味しいんですよ。その、普通に食べる、その、なんて言うんでしょうかね。例えば皆さんね、皆さんも、例えば、部屋の中で食事するよりも、庭で食事したり、外で食事した方が、まあ、ピクニックとか、ね、そういう時に外で食事すると、美味しいでしょ。ね、野原で食事すると美味しいですよね。で、こういう標高の高いところで食べるとですね、もっと美味しいんです。昨日もですね、何を食べたの？ピーマンとか、何を食べたの？ナスとかですね、レタスとか食べましたけど、まあそういう、ものもですね、こういうところで食べると美味しい。ですから、まさにですね、まあ、ここは天国ではないです。ね。天国ではないですけど、まあその、天国に少し近いというか、天国に近いような感じ。神様は、自然を通して天国を感じてほしい。天国を味わってほしい。天国を味わってほしい。天国は、あるんだよ。天国があるんだよ。天国を感じなさい。天国を感じなさい。天国はあるんだよ。天国はあるんだよ。神様は教えたいのです。伝えたいのです。そういうわけで、皆さん、自然の好きな人がたくさんいますね。山が好き、海が好き。山登りが好き、ね、花が好き、自然が好きな人はたくさんいると思います。で、自然が好きな人はですね、無意識的にですね、天国志向になっているのではないでしょうか。無意識的に天国志向。その、自然が好きな人は、その自然の美しさを通して、自然の美しさを通して、天国志向になっているのではないかと思います。天国志向っていうのは、志に向かう、つまり、天国に向かうという字ですね。志向、天国志向。自然と天国志向になっていると思います。それで、この放送は皆さんが、天国志向になってほしい。天国志向になってほしい。今までは天国を、ね、信じていなかった。その天国をですね、天国に行きたいと思ってなかった。しかし、天国に行きたい。天国を信じるし、イエス・キリストを信じたら、イエス・キリストを信じたら、天国に行けるんだ。これ、天然の鶴ですね。これ、ターザン。じゃあ、ちょっと切れちゃうね。ターザンですけど。
もうちょっと自然の感じいいですね。来て、来てもらって。どうですかね、もうすごくいいですね。何か本当に、ここにこういうところに来れるのはね、めったに来れないんですけど、こういうところで放送したかったんですね。以前から、こういうところで放送したかったんです。皆さんに一緒にですね、ちょっと座りましょうか。よし、水しぶくを、ね、はい、電話がかかって、ハルさん、イエス様の恵みは素晴らしいと思いました。アメン。アメン。ね、そんなしてるわけじゃありません。そんなしてるわけじゃありませんが、今回は家族と一緒に、来たんですけど、残念ですけど、今日でも帰らなきゃいけないですね。はい、今日で帰らなきゃいけません。まあ、短い休暇ですけど、でも本当に来れてよかったです。はい。ここはですね、本当に、もう本当に山の中という、山の中で、人がいなくて、綺麗な小川のそばということですけど、こんな綺麗な自然を作られた神様は偉大です。セッタさん、アメン。本当にそうです。こんなに、ね、こんなに綺麗な、自然を作られた神様、自然を、美しい自然を通して、私たちは神様を褒めたたえます。美しい自然を通して、美しい自然を見て、神様を褒めたたえます。神様は素晴らしいお方。神様は素晴らしいお方。神様を褒めたたえます。神様を褒めたたえます。
神様は素晴らしいお方。神様は素晴らしいお方。神様がお作りになった自然を満喫してください。アーメン。節子さん、おはようございます。そうですね。何かを感じますね。自然を見てると、やっぱり神様を感じます。自然を見てると、天国を感じます。天国を感じます。神様を感じます。まあ皆さんにもね、まあ、放送を通してですと、放送を通して少しでも、この自然を少しでも、まあ味わってほしい。皆さんにもね、ちょっとでもこの自然の あそこにもうちょっと大きな川があるんですね。あそこにもうちょっと大きな川があります。あっち行ってみましょうか。皆さん、もうちょっと大きな川行ってみますか。ちょっと行けるかどうかわかりませんけどね。もう少し大きな川があります。ここに川があるんですけど、降りるところがあるかどうか、ちょっと降りる場所がね、わあ綺麗ですね。皆さん、もっと綺麗ですよ。ああ、ちょっと転びました。わお、綺麗ですね。天国みたいな、天国みたいに綺麗ですよ。わお、うん、わあ、いや、綺麗ですね。まあ、なんて綺麗な景色か。わあ、わあ、いやー、あまりにも綺麗なとこでワオと言いたくなるような、
こう滑りそうです。いや、皆さんね、ちょっと感激ですね。はい、すごく感激しております、ね。非常に綺麗で完結しております。水はね、多分冷たいですから、落ちたら大変です。落ちたら寒い。水中画面は無理でしょ。はい、それではですね、明石タイムに行きましょうね。はい、取るんですかね。あ、声聞きますね。明石タイム行きますよね。明石タイム。はい。ちょっと音が大きすぎる。はい。明石タイム行きましょう。音が大きすぎる。イエス様を信じて。ね、イエス様を信じて。天国志向になった証、イエス様を信じて天国志向になった証スタート。あ、聞こえてます。アメン。イエス様を信じて、天国志向になった証、自然は素晴らしい。あ、電波クッカク。あ、そうですか。電波がちょっとクッカクだそうですね。電波が悪い。ああ、ちょっとやっぱりここまで来ると電波がちょっと悪いかもしれないね。
はい、すいません、やっぱりちょっと電波悪いようですね、電波が悪いようで申し訳ありません。電波悪すぎ、あ、申し訳ありません。電波が悪いということで。この景色が綺麗です。水の補給、ちょっとですね、さっきの小川の水を飲みましょう。ね、多分飲めると思いますけど、喉が渇いたんですけど、この水を飲めると思うんですよね。ちょっと飲んでみましょうね。美味しい美味しいです。少し水を補給しましたね。ちょっと手がね、冷たくなってきたね。手が冷たくなってきて、よいしょ。ちょっと綺麗休憩。少し休憩しましょう。それではですね、まだちょっと時間があります。そうですね、メッセージしましょうね、メッセージですね。ゆっくり行きましょう。それではですね、何の話をしましょうか。それでは、息切れ、そうですね、息切れしていますが、息切れしています。この自然の中を、この自然の中を楽しんでいるということは、神様が作った自然を楽しんでいるわけです。つまり神様を楽しんでいると言ってもいいでしょう。自然を楽しむというのは、ね、神様を楽しんでいる。神様の栄光を楽しんでいる。神様の英知を楽しんでいる。神様の、まあ、愛を楽しんでいると言ってもいいかもしれません。私たちは、この、
本当に、本当に楽しむのは、欲とか、社会的なものを楽しむとか、人間的なものを楽しむのじゃなくて、神様を楽しむこと。神様を楽しむこと。それが大事ではないでしょうか。神様を楽しむこと。それが大事なんですね。それが大事だと思います。声の反響がいいですね。あ、そうですか。ハレルヤ。ハレルヤ。反響してますかね。まあ、誰もいませんから、迷惑ではないと思うんですが。神様を楽しむというのは、神様の作られた自然を楽しむ。神様の英知を楽しむ。神様の美しさを楽しむ。そういうですね、その、角笛を着たい。角笛を持ってきてない。角笛を持ってくればよかったですね。角笛を持ってくればよかったですが、神様の美しさを楽しんでいる。花を楽しむというのも、結局は神様の美しさを楽しんでいることになります。イエス様、この放送ありがとう。イエス様、この放送ありがとう。人間自体が神様の作品です。そして人間は神様に似せて作られました。ですから、その人間を、その肉の目で 見ないで、サタンの目線で見ないで、人間を神様の目線で見るのです。人間を神様の目線で見るときに、私たちが憎しみ合うのではなく、愛し合うところに、イエス・キリストを通して愛し合うところに、本当の素晴らしさがあるのです。多くの人は、悪魔目線で人間を見ているんです。悪魔目線で人間を見ています。それは良くない。それは良くない。悪魔目線で人間を見ると、それは憎しみ合いになるのです。憎しみ合いになってしまいます。そう、空気がね、節子さん。空気がすごく美味しいです。空気がとても美味しい。空気がとても美味しいですね。深呼吸したい。皆さん、深呼吸してください。ね、深呼吸してください。ね、深呼吸してください。天気の空気も美味しいですよね。あ、天国。天国はですね、もっともっと美味しいし、もっともっと気持ちがいいし、もっともっと爽やかだ。もうこれはほんのですね、もう、天国のほんの一部です。ね。天国のほんの一部。天国のこのほんの一部でもこんなに爽やかで、
こんなに、居心地が良くて、こんなにですね、綺麗ならば、天国の一部でもこんなに綺麗ならば、天国はなおさら素晴らしいと思います。ぜひ皆さん、そういうわけで、天国志向になりましょう、ね。天国志向になって、そしてこの地上にあって、この地上にあっても、天国的に生きることができます。天国的人生と言ったらいいでしょう。天国的人生、皆さん、天国的人生、私たちは、多くの人は自国的人生を送っています。多くの人は自国的人生です、ね。自国的人生ではなく、天国的人生を送りましょう。天国的人生。はい、少し延長したいと思います。今日はちょっと特別放送なので、ただ電池あるかな。電池があるでしょうか。天国的人生、皆さん、私たちはこの地獄のような、その社会の中であっても、地獄のような社会の中にあっても、天国的人生を送ることができます。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、天国的人生に、天国的人生を送ることができます。イエス・キリストを信じることによって、罪が許されて神の国に入ることができます。神の国に入ることができます。イエス・キリストを信じることによって、神の国に入ることができます。で、神の国に入ると、神の国に入ると、天国的人生を送ることができます。天国的人生、それは、天国に行く希望で生きる人生。この地獄のような社会を、地獄のような社会を、天国を期待して生きる人生、そして天国を味わって生きる人生、それを、送ることができるんです。天国に行ったらどうなりますか。永遠に生きられるんです。苦しいことがない、嫌なことがない、悲しいことがない、死もない、病気もない、安息の地というか、まさにですね、その天国的な、安らぎの中で、天国的な安らぎの中で生きることができます。
はい、それではですね、天国には幸せしかありません。センタさん、アメン。天国には幸せしかありません。天国には幸せしかありません。昨日のですね、昨日じゃない、一昨日のですね、一昨日のあの、ジーザスレインズ、とても良かったと思うんですが、そのジーザスレインズの感想を聞きたいんです。私はとても感激しました。ジーナさんの熱い信仰を見て、すごく感激しましたけど、皆さんも感激したんではないでしょうか。おとといのジーザスレインズの感想タイムスタート。感想タイムスタート。感想タイムスタート。力強いメッセージに、ジーナさんの熱い涙に感動しました、ハルさん。もちろん私も感激しました。あなたはどうですか？大感激ですね。大感激です。12日の朝放送よかった？12日の朝放送。日本でのジーザスレインズに参加できてよかったです、レイチェルさん。竹本さんに感動しました。痛みに耐えてよく頑張った。感動した。熱い油すぎを感じました。節子さん。ジーナさんがジーザスレインズジャパンと涙を流しながらおっしゃっていたのが印象的でした。春さん。夜の部も見たかった。疑ってたけど、本物のキリスト教だと思いました。終戦記念日の黙祷ができてよかった。太陽が出たとき感動しました。そうですね。マーチの終わりに、宣言したときに、ジーザスレインズと宣言したときに太陽が照りました。竹本さんが本当に幸せそうなので素晴らしかった。長野のどこにいるの？立科山のふもとですね。立科山のふもと。太陽信仰は偶像崇拝にならないですか？太陽信仰は偶像崇拝です。太陽信仰は偶像崇拝。しかし、イエス様は義の太陽。イエス様は義の太陽。LINE ライブの方もうまく電波が悪いみたいですね。LINE ライブの方も電波が悪い。
ちょっと LINE ライブの方はちょっとあれですね、うまくいかないですね。すいません、LINE ライブの方は、LINE ライブの方はちょっと中止ですね。ちょっと電波が悪いみたいです。竹本さん、ジーノさんのように信仰に燃えたいと思った。アメン。アメン。ちょっとですね、喉が渇きました。ちょっと命の水をね、飲みましょう。命の水。よいしょ。皆さん、私たちは命の水を飲まなければなりません。命の水を飲むのです。ね、よいしょ。おいしい。冷たすぎます。手が冷たいですね。手が冷たすぎて。はい、命の水を飲みました。全ての人が、全ての人が、全ての人が、ちょっと電話が来てます。ちょっと待ってくださいね。電話が。もう山の中で電話が来てもらっちゃ困るんですけど。はい、大丈夫でしょう。エイジさん、おはようございます。また最初のところに戻ってきました。こちらは小さな小さな小川です。朝よりもね、ちょっと朝の雰囲気のがさらに良かったんですけど、少し時間が経って、やはり朝早くっていうのが一番なんか天国に近い感じがしますね。場所だけじゃなくて時間もなんかある感じがしますね。一日のうちで朝が一番天国に近いんではないでしょうか。そんな感じがします。朝が一番天国に近いと思います。
朝を行きましょう。朝行きましょう。それではですね、まだ少し時間がありますけど、今日の夜は申し訳ありません。今日はですね、帰り道なので、帰り道なので今日夜はですね、放送できませんが、明日の朝はですね、木曜日ですからツイキャスでできると思います。町田に帰ってからですけど、町田に帰って、はい、まあ車で来てるんですけど、家族一緒なので、家族はですね、映りたくないんだそうです。ですから申し訳ないんですけど、帰りはですね、帰りは車載ありません。申し訳ないですね。それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージです。そうですね、今日は本当に、自然の中でも、普段毎朝自然を映していますけど、自然の中でも本当に深い自然、本当にこう、深い自然の中に今日放送できたこと、本当に神様に感謝します。電波があったことね、普通なかなかこういうところは電波がないと思うんですが、さっきはちょっと電波がなくて申し訳なかったんですけど、私のルーターだったら電波があるって出てる、4本線立ってるんですけど、それでも電波がなかったみたいですね。どうしてたかわかりませんね。4本線になってるにもかかわらず、ね、電波が、切れてましたね。不思議ですね。どうしてかわかりません。4人で来てますね。4人で来ています。はい、それではですね、ファイナルメッセージはですね、ちょっと周りを映しましょうね。少し太陽がまた照ってきましたね。太陽が照ってきました。まだまだ自然たくさんありますね。日本は、まあ、山国であり海国であり、
尿はですね、自然の宝庫じゃないかと思うんです。そういう意味では、日本人として幸せですね。皆さんも自然、ちょっと足を伸ばせば皆さんも自然がたくさんあるんではないでしょうか。ぜひ皆さん自然に親しんでください。海に近い方もいらっしゃるでしょう。川に近い方もいらっしゃるでしょう。山に近い方もいらっしゃるでしょう。そういう自然にですね、親しんで、そして自然の中にいるときに、ぜひ、神様を感じてください。祈る時間になります。ね。自然の中にいるならば、祈る時間になります。祈るには非常にいい場所ですね。自然が多いということはですね、すごくこう、まあ祈りやすいというか、祈りにはとてもいいです。はい。そう、自然の中に神様がいると言ってもいいかな。自然の中に神様がいる。もちろんそれは、ね、こう、なんでしょうかね。半身論的な神じゃなくて、イエス・キリストの父なる神。イエス・キリストの父なる神。唯一の生ける神。その神様が自然の中におられるのではないでしょうか。自然の中に神様がいると、信じましょう。まあ、もうすぐ、ね、8月が終わってしまいますけど、一年中自然は楽しめるのではないかと思います。一年中自然を楽しむ。まあ、夏がね、なんとなくこう自然を楽しむには、いい季節だとは思いますけれども、一年中神様を感じることができるでしょう。そして天国志向になってくださいね。天国を待ち望んでください。天国志向になって、天国志向になってですね、天国を待ち望んでほしいと思います。それじゃあですね、そろそろ家族が心配しますので帰らなきゃいけませんね。招きをしましょうね。招きをしましょう。今日の放送を見て、美しい自然を見て、神様が作ったに違いない、こんなに美しい自然が偶然あるわけない、こんなに美しい自然は神様が作ったに違いない、神様が作ったんだ、神様が作ったんだ、神様がおられる、神様がおられる、天国志向になりたい、天国志向になりたい、そのように思う方、イエス様を信じて天国的人生を始めたい方、地獄的人生から天国的人生を始めたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン。地獄的人生から、地獄的人生から天国的人生に、を始めたい方、アメン、アメン、アメン。
アメン。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 天皇と様、感謝します。この綺麗な美しい自然をありがとうございます。あなたが人間を愛していて、人間をも作っただけではなく、人間を慰めるために、人間を励ますために自然を作られました。私たちは自然の中で、私たちは、その神様によって祝福されている、神様に愛されていると感じます。そして多くの方が自然が好きですが、多くの方が自然が好きですが、どうぞ、自然が好きな方がイエス・キリストに会って天国志向になりますように、天国志向になりますように。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々が天国的人生、天国的人生にを始めることができますように、天国的人生を始めることができますように、祝福してください、祝ってください。彼らが神様を楽しむ人生、神様を喜ぶ人生を始めることができますように。イエス様、感謝します。今日このようにここで放送できたことを本当に感謝します。ジーザス・レインズが15日にありました。イエス様が日本を統治する。イエス様が日本を統治するという宣言ができました。太陽が輝きました。本当に、ジーナさんの祈り、ジーナさんの祈りを本当に心から感謝します。一緒に宣言できました。一緒にマーチできました。実際の方々も一緒に、宣言しました。日本が、変わると信じます。日本が変わると信じます。おととい15日から、日本が変わったと信じます。日本が変わったと信じます。日本が救われると信じます。イエス様、どうぞ、見せてください。私たちに神様の栄光を見せてください。神様の栄光を見せてください。神様が日本を愛しているということを見せてください。神様が働かれているということを見せてください。多くの人がイエス・キリストは主であると告白することができますように。多くの人がイエス・キリストは主である、イエス・キリストは主であると告白しますように。まず私たちが告白します。私たちが告白します。イエス・キリストは主である、イエス・キリストは主である。告白します。今日の放送感謝します。また明日からも放送できますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんありがとうございました。今日は本当に美しい自然の中で、美しい自然の中で放送できました。途中で電波が悪かったのを申し訳ありませんでした。それじゃあまた明日の朝お会いしましょう。今晩はありません。今晩の放送はありません。また明日の朝。シャローン。シャローン。